que yo quisiera ir. Oh, yeah.
書きと夢書きがみんな揃って品評会。俺とアキラは小さくなって寝たふりしながら一服飲んだ。笑い飛ばす元気もなくて溶け込むだけの力もない。二人白い車に乗って鞍馬の方までぶっ飛ばした。ストーンと来たらお前どうする？ガクンと来たらお前どうする？ストーンと来たらお前どうする？ガクンと来たらお前は。たぬきや
川沿いに木造平屋バラックだけ河川敷にぽつり、テーブルは少し傾いて、トイレは仮設、ジョギング途中のおじちゃんも、犬の散歩に来たおばちゃんも、釣り人もただの暇人も、注意と一休み。晴れた日は外のベンチでね、小腹が空いたな、カレーライスでも、もしくは焼きそばでも食べようか、夕暮れ時には座敷でね、いっぱいやりたいな、もつ煮でも、もしくは焼き鳥でもつまもうか。昔は桜の並木のある船渡し場だったらしい。そこで周りにわらわらと出店が立ったのか、やがて桜は散り、店は減り、残っていたのが狸屋だったとか。野球帰りの子供たちは甲羅と駄菓子でも、昼の海常連じいさんはチューハイとやっこでも、タワチャや食堂休憩所、居酒屋売店交流場、そのどれでもあって、そのどれでもないよな。どこの誰が言ったのか、天国に一番近い場所、どこへ川は流れゆく、84年の時間に、昭和の最初に始まって平成の最後に終わる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 。ゆったりと行こうかな。
確かなの。干上がった海の上、崩れ去った街並み、とても素敵に見えるだろう、君がそう望むのなら。Thank you.
だろう、あーなんでだろう、また朝起きれなかった、職場の上司に怒られる、仕事仲間に怒られる、取引先に怒られる、バイトのあいつにも怒られる、ああこんな俺嫌だ、ああなんでだろう、ああなんでだろう、また飲みすぎちまった、あーなんでだろう、また記憶なくしちまった、駅員さんに怒られる、飲み屋の店主に怒られる、店の姉ちゃんに怒られる、横に座ってる知らないおっさんに怒られる、ああ怒られる口が離村上ロミ君だよ。